展望所出発、13時丸2分、もう追いつけないです、くまちゃんに。よいしょ、もうくまちゃんカメラでどう撮れてるかやな。よいしょ、後ろ向きやからな、くまちゃん。よいしょ、はあ、おう、おう、たまにアブが寄ってきますね。鬼山候補ってどこ行っちゃいました。え、何が見えた？鳥、なんか神社があるって言ってたよね。あ、楽よ、この道は楽。これ左に道あるけど、どっか鳥居のかな。ああ、鳥居が見えた。こんな上に神社があるってあれやな。でも、ああ、カチカチ言ってたかな。もうこの冬やねんな。よいしょ、ああ、よいしょ。山ですね、これ。登山道ハイキングです。よいしょ、あ、涼しい、風が涼しい。おお、あ、言うてた鳥、立派な鳥や。よいしょ、もう外れてるけどな、しめ縄が。よいしょ、おお、何時、13時13分、この岩なんか掘ってある、なんやろう。引き締めていかないと。
道やなこれ。よいしょ、綺麗な道。お、階段や。階段ほっぱあるねこれ、下の手ですごい。この階段きついな。門なのかな、門かな、わかんない。それが何、重要文化財の白山なんて。それが神社だわ多分、さっき言ってはった。険しいなちょっとだけ。よいしょ。せーの、よいしょっと。よいしょっと。よっ、どこじゃった。親城見えてきたな。うわ、また階段が辛そう。そうなのね。上が
カニちゃん先週ハクさん先週言ってたなあ、もうこれ呼ばれてるわ、あなたが。そう、もうこれアカネちゃん呼ばれてる。痛っ、噛んだやろお前今。痛かった。ああそうやわ、権現様で呼んでるわ、うん、こっち来い、先週登ったやろ、こっち来なさいって言って。ああ、ワクサン社って見た時点でもうこれアカネちゃんやと思って。というかな、お参り来なさいってことやったと思うで、うん、ああすごいな、でも重要文化財、うん、お邪魔します。はい、お呼ばれ、え、それはね、の参拝するときね、入るときは別に一礼でいいと思うよ。お邪魔しますって、まあ、よいしょ、すごいな、もうガタガタやな。昔の人も参ってたのねこれ。ねえ、削ったったやあの岩を。ああ、よいしょ。映り方がなんかすごい、太陽光が当たってすごい神秘的な映り方してる。これはいいことはあるかもよ。なんか。涼しい。よかよか。奥の院。急に、あ、何急にちょっと険しくなってきた。わ、ロープバヤン。なんや、普通の道やんけ。でもこれ結構帰りまたこれ登ってこなあかんねん。いや、もうピストンやからな。激下りする道があってまた元に戻るっていうのがあるけどな。
帰りもサクサク降りれるかな、あんな緩やかな道やったらなあ。そんなザレザレっていうわけでもないし、なあ、ここはもう山の中になってきてるから結構ちょっと険しいなってるけど、多分整備はあそこまでやったんやろな。この先はもう普通の登山道っていうか、そうそうそう、当時ね、うん、見えへんかったけど、うん、こっち向きに見えとったんかな。何が白山北側、え、見えるとしたら北側、え、北というか、うわ、またなんかすごい、うわ、何や、鎖場出てきたじゃん。すげえ。いきなり行場っぽいの。やっぱ私たちには鎖場。私は、鎖場、すげえ鎖場だね、これ。止めようか、あかねちゃん。ちょっと待って、これはめっちゃ険しいっすよ、これ。そう、最近みんなこれやねんな。うん。そう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 。だけどこれ。よっ。おいしょ。もう3点指示やわ。しっかりも鎖持つより木の根っこを持ちながら、まあもう鎖もありやけど、よいしょ、はあ、よいしょ、うわすごい道やなここ降りんのはね、後ろ向きに降りたら降りれると思う、よいしょ、はあ、びっくり、よいしょ、何やこの道。それでもって腕で引き上げる感じでぐっと下に登れると思う、うん、そうそう、木の根っこの方がいいよ、うん、すげえ、びっくり、剣にはあったで急登や、急登でももう山頂が近い証拠やるけどな、うん、よいしょ、よいしょ、ほんまの山やな、一気にほんまの山になってた、よいしょ、これは険しいですね、ああ、おう、ああ、しんどい、いや、ここから下ってきたってこと、よいしょ、おう、ああ、なんかやっぱり鎖場って思っちゃった呼ばれてるわもうよいしょ
あ、キュート。なんか岩に絡まったすごいいっぱい木があって、すごいね。まださ、ささ、しんどい。すごいな。よいしょ。言われた通り。すごいな。なんだかんだ来たよ。イエイ。なあ。剣岳で一緒になった、金さんが長野県に住んであるんですけど、金さんもお土産を長野県のお土産って言って、これ何？リンゴ。グラッセっていうのを送ってくれましたんで、おやつで持ってきました。長野県からっていうことで送ってくれたんですけど、長野県に持ってきて食べるというちょっと面白いことが起こってますけど、ちょっといただきたいと思います。ドライフルーツ、ね、ドライフルーツ、美味しそう、美味しそう、はい、できるよ、いただきます。どうぞ。リンゴ、めっちゃリンゴめっちゃリンゴで美味しい、厚みがあるからすごく、リンゴの味がしっかりしてる、シャキシャキ、収穫の果実、ラム酒風味って書いてある、ちょっと大人のドライフルーツって書いてある、めっちゃでも美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。リンゴ、それじゃあ、リンゴ、リンゴの種類、小ぶりな、かしみが強い、でも富士とかも強いんちゃうの、酸味、富士でもいろいろ種類、まあ種類あるけどな、ちょっとピンクの大きい感じのやつが私のイメージでは富士なんやけど、やっぱ青森の、あれ青森のリンゴやろちゃうの、富士って富士とか三富士とか言ってない、三富士はまた富士でも違う、などうなみたいな、いただきました。はい、くまちゃん、はい、はい、くまちゃん、はい、どうぞ。良き経験を、よかった、送ってくれはったん、金さんありがとうくまちゃんも喜び、美味しい、なるほど、何もこれもわかんないの、なんでこの単語も覚えてないの、ほんま覚えへん。権現山とも書いたんだ、やっぱり。風越山、権現山。風越山、出発します。はい、無事着きましたんで、はい。あと、また下山を気をつけていきたいと思います。最初だけちょっと急登なんで、そこだけ気をつけて、鎖場気をつけて降りて、帰りましょう。はーい。今何時かな。14時5分。3分37秒、ちょっと待って、ちょっと待って、ここはちょっと落ちないでね、一瞬一気、
いいよ、もうさっき降りよって。もう走れるから大丈夫、ここの道は。じゃあ行きまーす。景観はなかったな、全然この山。たまにあんねんな、山頂景観がないって。うん、展望でな、うん、あそこな、うん、でもいい山や、ほんまにこんな久々や、こういう山。関西と違っていいのはさ、標高が少し高くて涼しいっていうのが。うん、うん、登る高さ的にはもうどうなんやろ。800m、900m ぐらいやろうけどな、多分。これ同じ感じで六甲山やったらめっちゃ暑いで、ほんまに。標高900何倍やったかな、1000ないね。うん、そう、低いから、うん、今日は 600m ぐらいのとこから上がってるからな。この木の根っこはキュッと行くかもしれんから気ぃつけて。登ってきたんやな、しておらんかった。よいしょ。あやさん、そこ置いとき、あの渡すわ、そこまで行って俺。あやさん、これも持っといて。撮影してるから。反対反対反対やさ。反対。もういいよ、そのまま後ろ下がってって。ちょっと待って。そのまま姿勢を落として、うん、いい感じいい感じ、うん、姿勢をギュッと落としたら多分降りやすいと思うけど、うん、うん、はい、オッケー、すごい草木場でした。うわぁ、何やろこれ、花アブかな、どっちやろ、スズメバチ、アブ、単なる。でも何もせえへんねん、多分。うわぁ、登りかしきつ。
はあはあはあ、よいしょ。来るね、登り返し。よっ。よし。14時22分。ちゃうな、14時18分。よいしょ。18分。よいしょ。はい。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、あと最後まで。お招きありがとうございますやな。そう、知らない山っていうのがね、多分こんな山は、こんな山言うと怒られないな、ここの山は普通は来ることないわ、知らんくて、選んで来ることはないわ。で、ギリギリ登れる山、その時間的にもなあ、よいしょ、よいしょ、はい、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。あー、さあ、もうちょっと激下りなので階段気をつけて、はい、すごい三節痕が出てきた。でもやっぱ上りより下りは楽やもんな。下りはね、うん、でも上り返しあったっけ。あったか。すごい、うん、コン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 手でやりはったよね、これ。痛かったやろに。
鳥居だった。馬はないのか、馬はここまで馬で上がってきてたっていうのすごいよな。え、あ、そう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 、もっとなんかちっちゃい馬やったらしいで、ね、昔のあの展望所まで戻ってきました。14時33分。気温あるやん。気温何度やったやろ。23、4度。ああだいぶ雲がかかってんな。ああ、いい感じや。よし。見納め。1370m。ナイトハイクの練習ってなんかあるじゃん。ナイトハイクの練習。あ、そうそうそう、まあ、富士山もそうやけど、富士山とは、富士山とまたちょっと違う。あの、ほんま星空は最高やったよ。あの、流れ星と人工衛星と。から無料動画だった。降りてきて剣山荘でまたさ、何？そう、ここで分岐。これ今何時？もう15時2分。下。剣御前で4時でさ、あのそこからさ剣山荘まで1時60分って書いてあった時にさ、うまいがした。あの別山からな。剣山、うん、そこから本当は別山から剣沢へ降りてたんや。
そのまま降りたら早かった、30分早かったんや。でも剣、いや俺らまだ剣山荘行かないから反対から降りながら、あの、そう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 、右に、そう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 、でもまっすぐやと思ってしもて、うん、そっちの剣御前小屋の方って言って、うん、行ってしまったらそっちが結局プラスになってた。御前小屋で、まだ何やろ、60分って書いて、今だとこっち60分って書いてあって、うわもう5時、5時過ぎるかーって、ご飯大丈夫かなーって思いながらさ、あ、朝日まだらいた？あれ、すーちゃんかった？すごい、これが水まだの延命水、ちょろちょろじゃん、ちょろちょろでした。あ、でも綺麗な、昔の貴重な、そうやな、水場やな、この山ならないもんな、他水場が。入れていく？飲むだけ。あ、そう。これさっきのとこやったらここを降りてこなあかんかった。でまたあそこ上がるね。もう危なかった、危なかった。もう落ち着くの。はい、頑張っていきましょう。めっちゃいいな、ここ穏やかで、うん、楽勝、うん、登り返し線でいいのがいいな。だってこれてっぺん上やもんな、うん、ごめん、よいしょ、はい、合流地点帰ってきた、よいしょ、うん、そう、さっきのな、うん、そうそう、右右って言って、空蔵さんやな、はい、何時今、15時18分、順調です。歯医者がまだ決まってないんか。見返しますか、登ったとこ。はい、お疲れ様でした。風越山登ってきましたよ、ドーン。はい、今ここまで登って、うん、あと10分ぐらいやな。もうすごいな、あそこの登山口まで10分って書いてある。すごいな、やたちぎっていうのはこの矢みたいなやつってな、うん、やた、このあの矢のあれってすごい頑張ったね。行きはこっち回ってこうなあ、どこまで、一の鳥居、そやな、こんな、やっぱ遠野行者さんやねんな。で奥山、白屋、白山、奥宮、白山社の奥宮やったの、国、あの 国、うん、国の重要文化財で、でここ山頂まで、うーん、こうやって降りてきて、今度こっち歩いてきて、はあ、すごいいい山でしたよ。でもなんかちょっと
激しくはなかったけど、ゆるっとハイキングだけど結構な、結構いい感じのな、4時までには降りれそうな感じだから、うん、このままやったらよかったね。うん、ぬるいな。ぬるっとしてんな、やっぱり。ああ。どうやろうな、夕立ちあんのかな。あ、楽しかった、なんだかんだ。最初もうどうしようか、どこに山がある、うん、どうしようって思いながら、知ってる。俺はね、観光する気ないって知ってる。絶対山って。何が何でも山って知ってる。こいつら、あ、こいつら観光とか言い出してる、え、梨狩り、え、なんか言い出してるぞとかって思いながらさ。高い、高い、高い、ほんま高い。え、あの近くに JA のスーパーあるんやったら、ちょっと近くに JA から長野パーク、長野のブドウとかがぐらいでちっちゃいから出てるんやさ。ちょっと残りの500円ぐらいのことは500円ぐらいの花火みたいなのが上がってます。はい、お疲れ様でした。帰ってきましたよ。どうなることかと思った参考でしたが、急遽見つけた山で門越子供の門越子供の森公園駐車場、16時丸8分、お疲れさんでした。お疲れでした。はーい、はーい、到着です。食べようね。天ぷらもあるし。はい、いただきます。手打ちそばです。